なんと今200万。どうも皆さんこんにちは、さとみです。さあ今回もツイステで遊んでいくんですけども、皆さんマドル困ったことありませんか？いや僕めちゃめちゃ困って、このゲームレベルを上げるのもエピソードレベルを上げるのも魔法レベルを強化するのも全部マドルが必要なんですよ。にもかかわらずマドルの安定供給先というか回収先がなかなかなくて、これどうしたらいいんだと思ってた俺も、なんと今200万マドル前後、まあちょっと使ったり補充したりで前後しちゃうんだけど、このぐらいあるということで、どうやったらこんな貯めれたのかというマドルの回収方法をね、今回お話ししていこうと思います。まあその回収方法を、まあ、上級者編として初級中級にも分けて、4つぐらいかな、お話ししていけたらと思うんですけども、まあ一応僕のこの持ってるカードリストなんですけど、まあレベルは使ってるキャラクターにちょっと偏ってはいるんだけど、まあ、100、100、100、100だったり、まあ、95だったり80だったりっていうので結構ちゃんとしっかり上げてて、だからまあお金しっかりマドル使ってるんですよねまあそれでもあんぐらいあるっていうので信憑性は高いのかなと思ってもらえるんじゃないかなと思うんですけど、まあもちろん魔法レベルもアズルでいいや、まあ、ちゃんとね上げているので、マドル払ってるよというわけで早速お話ししていきます。じゃあまずその1、これは初級編かなっていうのも、ですね、このゲーム右下のミッションを押してもらうとウィークリーミッションっていうのがあって、まあ1週間の間でこのミッション全部こなしたらこんなもんもらえるよみたいな、そういうミッションが書いてあるんだけど、これをやるだけで1万マドルもらえる。1万マドル、これ嬉しいですよこれ。でもさっきも言ったけどね、なんか安定供給先っていうのがねなかなかなくて、これも結局週に1回しかもらえないから、じゃあどうするのってなかなかなりがち。始めたばかりの頃はそんなに困んないんだけど、やればやるほどどんどん困っちゃうんだよね。まあ始めたばかりの人はね、こういうのもちょっと意識してなんとなくやってみてもらえるといいんじゃないかなと思います。そして2つ目、これも、初級者向けかな。何かというと、右下のメニューのこの真ん中のところを押すと、これリズミックなんだけど、でリズミックで何をするかというと、これストーリーを進めるとそのストーリーの途中でリズミックをやらないといけないクエストが存在してくるんですけど、1回でもクリアしたらね、こうやってリズミックだけ遊ぶこともできて、まあイージー、ノーマル、ハードって難易度が選べるんですけども、これのご褒美一覧というところを見ると、あやべ、これ書いてないんだ、クリアしちゃうともう全部取っちゃったな。まあ簡単に言うと、イージーとノーマルをクリアしてる状態にすると、あ指定されたスコアを出した上でね、まあそんな難しくないんだけど、1曲につき1万マドルもらえますよと。で結構数もあるんで、やばい、あと3万マドル足りない、魔法レベル上げられないっていう時はこのリズミックを見てね、何個かやってもらえると結構数が集まったりするのでおすすめなんですけども、1回クリアしてしまうと、というか1回ご褒美をもらってしまうともうもらえないので、その曲ではこの全部の曲をやってしまってご褒美をもらってしまった時にもうマドルどうやって稼げばいいのってなりがちなんですよね。このね1曲1分から1分半ぐらいのやつをねノーマルクリアするだけでもう1万ぐらいもらえてたのにもかかわらず、急に何ももらえない状態になっちゃって、でさっきも言ったんですけど安定供給先がねなかなかないんですよねこのゲーム。でも大丈夫です、頑張ればたまるっていうのを後で教えますでそして3個目、これはズバリ錬金術の授業で、難易度的には多分ここからが中級ぐらいになるのかな。まあキャラクターも集まり魔法レベル上げたいってなった時に、まあこの火属性って今書いてあるんだけど、この魔導書魔法書を、まあ、絶対に集めないといけない、もう本当にもう鬼みたいな感じで周回しないといけないんだけど、その周回の過程で実はこれ1回クリアするごとに250マドルもらえていて、まあ10スタミナを使い切ったら2500マドルになっているっていうので、かけらとかを使ってねずっと周回してもらえると気づかない間に結構溜まってたりするんだよね。でだからもう常時使えるマドルの安定供給先っていうのがぶっちゃけここぐらいしかないこの250っていうのをものすごい頑張って集めるか、結構途方もない作業だけど、まあイベントとか何も来てない時にでも
まあ、集められると言ってもね、やっぱ250マドルをちまちま集めるの結構大変だから、まああくまで魔導書とかを集めるついでに勝手に増えてるみたいなイメージ。まあでも溜まる、うん、しっかりと溜まる。気づいたら10万ぐらい溜まってたりする。あれ、なんか増えてるってなった時は大体こいつのせい。まあこんな感じで、そして次のやつが、まあ、中から上級者編、ズバリですね、試験でございます。はい、というわけで今開催してる試験は水属性と全属性。これちょっと水属性やってなくて1万しか出してないんだけど、この試験でこれ報酬一覧って書いてあるんだけど、じゃーん、叩き出したスコア、僕で言うと今 SS なんでマドルが8000もらえるんですよね。でちなみにこれ水属性の試験も全属性の試練もどっちもクリアする、どっちも SS でクリアした時に 8000×2 で16万マドルもらえますと。で左下に解散期間っていうのが書いてあって、だいたい月に2回行われるんだけど、まあ、簡単に言うと SS ランクを出せれば月に2回、16万もらえるんで、まあ、32万マドル月に約束されるみたいなイメージかな。まあでも欲しい時すぐに手に入らないっていう、半月に1回っていうのと、あとランクを高いの出せば出すほどもらえるマドルがでかくなるから、 S とか A だった時の場合って、まあ、4万だから、まあ、月に16万マドル、A ランクだった場合はどっちもっていうので、結構もらえるマドルに差が開きすぎてしまうので、まあ中から上級者向けなのかなと。まあでも試験に関しては本当に運がすごく関わってくるんで、まあ、本当に1日5回コツコツとやり続けるのがいいんじゃないかなと。カードが弱くても、まあ、工夫で結構上のランクは叩き出せたりもするんで、まあこれでじわじわ集めるのもいいのかなと。まあこれもどっちかっていうと勝手に集まってるシリーズだよね。でそしてですよ皆さん、お待ちかねのこれが最後なんですけど、これが上級者向け、そして僕が200万マドル前後になった集め方なんですけど、じゃん、ズバリですね、イベントショップでございます。でこれちょっとピンとこない人、ちょうるさいな。うるさいな、左ので。この動画を見てくれてる時に何のイベントが行われてるか、もしくは何も行われてないかだと思うんだけど、もしイベント来てるんだとしたら、そのイベントをどんなイベントなのか把握して、今から俺の話すやり方がいけるなと思ったんだったら、もう全力でやってほしいと思ってる。今回で言うとゴスマリの指輪ショップっていうのが期間限定で出てるんだけど、これ、まあ、リドルのカードだったりルークのカードだったりっていうのがイベントキャラクターを限界突破させたいっていう人がまあ買うカードとか、まあ、それこそマジカルキーとか星のかけら、そして、まあ、開花の蜜、経験値アップのアイテム、内緒のおやす、エピソードレベル強化用アイテムだったり、下に行くと魔法強化セットだったり覚醒の香水だったり、まあ、魅力的なアイテムがたくさんあるんだけど、今回紹介するのがこのマドル。これめちゃめちゃ穴場で、まあ、イベントによってもちろん変わるんだけど、今回のイベントで言うと指輪を10個使うことでこれ1000マドル上げますよっていう、しかもこれ残り交換可能回数が無限なんですよね。でこの無限に交換できるマドル、これがどれだけすごいのかというと、時間的に言うと今回の指輪って、まあバトルイベントの一番マックスレベルのって多分30秒かかっても30秒ぐらいで、まあ指輪が50個もらえるんだけど、指輪50個あればこれで言うと5000マドルに交換してくれるんだよね。30秒で5000マドルってこれすごいことなんですよ。1分で1万マドルじゃないですか。で序盤にも言ったんだけど、リズミックって、まあ、ご褒美もらって1万マドルもらう方法もあるよって言ったけど、あれってご褒美もらったらもう2度目がない上に、リズミックって、まあ、1分30秒くらいかかるんだよね。でしかもあれでもらえる1万マドルっていうのはイージーとノーマルのご褒美を合計して1万、だからまあ3分かかるとしても、同じ3分使ったらこっちだったら3万マドルになるんだよね。でしかも向こうは1回ご褒美をもらってしまったら2度目がないのにもかかわらず、こっちは無限にもらえるから、自分がマドルねえなと思った時にやる気さえあればもう無限にお金が稼げる、まあ時間の許す限りになっちゃうんだけど、このゲームマドルの安定供給先っていうのが普段はなくて、それこそ錬金術の授業とかをずっと回して250ずつ稼いでいくっていう方法とかになっちゃうと思うんだけど、ことイベント中に関してはこのマドルっていうのがすごい穴場で、これをマジでイベントを本気で回してマドルを交換しまくると、まあ、僕のさっき言ったみたいに200万マドルとか
そういう数を稼げてしまうっていう、まあ一回まとまった額のマドルを稼いでしまうと、日々の錬金術とかの授業で250ずつもらってくんで、使ったとしてもまた増えてくんだよね。っていうのがあって、キャラクターの魔法レベル上げたい時にも上げれるし、レベル上げたい時にも上げれるし、エピソードレベル上げたい時にも上げれるという感じで、まあ、マドル困らない生活にすることもなんとできてしまうわけなんです。まあ、もちろん期間限定中っていうのもあり、イベントによってね、もしかしたらない、これがないイベントとかも出てくるかもしれないし、もちろんね、その指輪をもらうクエストに行く対価、今回で言うと花束だっけ、でその花束をブーケだね、1回のクエストで何個もらえるのかだったりっていう誤差はあるかもしれないんだけど、結果としてこのイベントのマドルを交換しまくればお金は無限に手に入りますよということを伝えたかった。もう本当に自分をはじめマドルに苦しんでる人結構見て、まあ俺の YouTube のコメント欄とかにもあったりするんだけど、ちょっと今回ね、僕が思うマドルの稼ぎ方の全てをお話しさせていただきました。なんでこの動画見た時にまだ何らかのイベントがやっていたら、そのイベントをね、欲しいアイテムを狙うために周回する、こんぐらい周回したからいいやじゃなくて、マドルを取りに周回するという見方をしてもいいんじゃないのかなと。僕はもうマドル取りに走ってますまあなんでね、少しでも他の監督生さんたちの参考にでもなればと思い、長々と喋ってみたんですけど、いかがでしたでしょうか。まあこの他にもね、ツイステの動画だったりホラーゲームだったり、いろんなのを投稿してるんで、よかったらそちらの方も見てみてください。ということで今回マドルの稼ぎ方5000ということで、どうもありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよなあとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあなー。